はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。はい、今日の天気は晴れ、気温28度、水温28度。今日は黒島パナリエリアでダイビングをしてきました。あっという間に11月が始まりました。朝晩ちょっと肌寒くなってきたので、これから石垣島に来る人は何か羽織るものを持ってくると快適に過ごすことができます。そんな今日の黒島、やたらと眠り深に会えました。眠り深ってね、結構地面でじっとしてておとなしいサメなので人気も非常に高いんですけども、今日見た眠り深はどれもかなり大きかったので、ちょっとね迫力ありました。でこの眠り深なんですが、基本的には攻撃性は低くておとなしいサメとされていますが、偶発的にね人に噛みついた例もありますし、一応肉食なのでいたずらをしてると何か怖い目に遭うかもしれません。注意しましょう。泳ぐ姿がかっこいいですね。そして水面を見上げると大量のサバヒーがプランクトンを捕食していました。水面ギリギリを泳いでるサバヒー見えるでしょうか。サバヒーがプランクトン捕食してるとマンタも一緒にね捕食しに来ることがあるので、ちょっとねマンタ期待したんですが、残念ながら今日はマンタ見れませんでした。そろそろ黒島での水面マンタの季節がやってきます。今年も皆さんを楽しませてくれるんでしょうか。とっても楽しみです。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバイ。はい、チャンネル登録お願いします。